どうした、ゆい。この森、パパとママと初めて会った森に似ている気がします。あ、そうだな、確かに似ているかもしれない。もしかしたら近くに湖や川もあるかもしれないな。初めて出会った場所？キリトとユイちゃんって親子なんだよね。あ、はい。でもユイは俺とアスナの娘だよ。アインクラッド22層の森で初めて出会った時からずっとな。パパ。なるほど、そうだったんだね。僕とキリトが初めて出会ったのも森だったよね。キリトは森に縁があるんじゃないか。そうかもしれないな。でもキリトはいい父親になると思うよ。いや、もうなってるかな。はい、パパは最高のパパです。な、パパ、最高のパパって言われるの嫌ですか？もちろん嫌なんてことは全然ないよ。ユイも最高の娘だよ。ありがとうございます、パパ。仲良し親子だね。でもすごいな、キリトは。すごい？すごいって何がだ？年は僕とそう変わらないのに、立派に父親やってるんだね。立派かどうかはわからないけどな。でもユージオだって、きっと子供ができたらいいパパになると思うぜ。そうかな。はい、ユージオさんはきっと優しいパパになると思います。いつもみんなに優しいですから。ユイみたいな娘ができたら溺愛しそうだよな。目に入れても痛くないって。さすがに目に入れたら痛いと思うけど、そもそも入らないんじゃないか。いや、これは例えだよ。慣用句ってやつだ。あ、そうなんだ。キリトは神聖語以外にも時々面白い言葉を使うよね。でも確かに娘に限らず、子供ができたら可愛がりたいとは思うよ。ちゃんとお腹いっぱいご飯を食べさせてあげたいしね。それはきっと大丈夫だと思うぞ。ふん、ユージオ、どうかしたか？あ、うん、なんでもない。それじゃ、そろそろ行こうか。ずいぶん話し込んじゃったし。そうだな。ヒースクリフ、そろそろ休憩終わっても大丈夫か？ああ、いつでも出発できる。それじゃ、もう一頑張り行きますか。何か話があるなら構わない。すいません。あの、さっきは申し訳なかったな、と思って。申し訳ない？キリトとユイちゃんと三人で話しているとき、その、ヒースクリフさんを。会話から除外してしまったと言いたいのかな？はい。すみませんでした。気にすることはない。私は元よりああいった会話が苦手でね。むしろ無理やり話に巻き込まれずに済んでほっとしている。そうなんですか？気になることでも？あ、いえ、僕たちが話しているところをヒースクリフさん見てましたよね。その視線がなんというか優しくて穏やかだったような。ふん、なるほど。違いましたか？いや、そうだな。確かに好ましい印象を覚えたとは言えるだろう。君たちの会話がとても微笑ましくてね。生まれも育ちも全く違う3人が仲良く話をしていることが、まるで昔見た夢の続きを見せてもらっているような気分だ。はあ、夢ですか？ああ、夢だ。見ることができないと思っていた遠い昔のね。おい、ユージオ、ヒースクリフも遅れてるぞ。お二人とも大丈夫です
ごめんキリト、すぐ追いつくから。行きましょう、ヒースクリフさん。ああ、昔話など聞かせてしまってすまなかったな。いや、なんかヒースクリフさんの違う一面を見られたような気がします。